皆様どうもこんにちは。本日はですね、安価なズームレンズたちというですね、そういうタイトルで、話そうかなと、まあいろいろね、雑談してみようかなと思うんですけれども、まあ安いっていうのはですね、2万円前後か、それ以下で手に入るフルサイズ対応ですね、フルサイズ対応の超広角ズームレンズ、まあそれがですね、一体どういうものがあるかというのをですね、ちょっと調べてみましたんで、その点についてお話ししようかなと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。でまずはですね、今ですね、結局、ニコン D810A 買った後になるんですけれども、まあ、D810A がね、かなり高いカメラになるんで、資金がですね、もう全然ないという状況になってます。でまあ一応ですね、あとは静野写真用ですね、135mm だとか、あるいはまあ焦点距離は、135mm にしようかなと思ってるんですけれども、まあ、ちょっとね、別の焦点距離でも、まあ、もしいい中古が出ればね、そちらを買うかもしれないんですが、そのためにね、ちょっと資金を避けとかなきゃいけないと。でそれがもうほとんど最後の資金になってしまうと思うんですが、そのね、若干ちょっと残ったらですね、安いズームレンズを1本買おうかなというふうに思ってます。で安いズームレンズなんで、もちろん描写性能はですね、甘いというか、まあ、天体写真で言えばですね、ここら辺画面中央で、こちら辺端とすれば、まあ、端っこでですね、コマ修差だとか、まあ、非点修差だとか、そういうものがですね、かなり残ってしまうというようなね、レンズにはなると思うんですけれども、まあ、気軽に、撮る用に1本買っといてもいいかなという感じですね。でまずですね、ズームの前に単焦点をちょっと検討したんですけれども、サムヤンのね、14mmF2.8 っていう安いですね、単焦点レンズあるんですけれども、ただね、あれ安いって言っても、14mmF2.8、まあ、明るい、超広角単焦点になるんですが、ニコン用はですね、3万5000なんですよね、新品が。それで、まあ、中古だったら1万以上下がって2万5000ぐらいで手に入るのかなと思ってたんですけれども、まあ、実際ですね、数年前はそうだったはずなんですけれども、最近はですね、値上がりしたみたいで、3万円切れなくなってきましたね。中古でまあ3万1000とか2000ぐらいになってきて、送料まで入れるとね、新品と結局あんまり変わらないという感じになっている感じです。で新品がね、3万5000で送料なしなのが、中古だとね、3万1000とか2000で送料込み、送料別なんで、ちょっとね、そこら辺の問題もあって、サムヤンって結構高くなってきたなって感じがしますね。まあもう本当にね、メインの光学系1本買ったら、もう残りカスぐらいしか残んなくなっちゃうんで、まあね、それで買えるレンズっていうとかなり限られてくるってとこがあるんですよね。でまあ2万円前後だとか、もう本当1万ちょっとぐらいの、レンズをですね、まあ、検討しているという段階なんですよね。でまずですね、超広角ではないんですけど、代表的なですね、安いフルサイズ対応の広角に、ニコン純正のレンズがあるんですよね。ニコンの、2485の 3.5 から 4.5 F はですね、開放でも 3.5 と暗くて、変動してしまうと、まあ、そういったレンズになるんですけれども、一応純正でですね、この2485っていうこのレンズが、まあ、そこそこ安くてですね、まあ、純正、しかも純正という安心感があって、1本出てるという感じです。でフルサイズ対応なんですけれども、まあ、かなり安い方になりますね。純正ですね、純正で1万、4、5000ということで、取引されている価格が、まあ、それぐらいということで、相当、まあ、その点は魅力的かなという感じがします。まあ、ただちょっとね、 24mm なんで超広角というよりは、まあ、広角から、標準のね、望遠ズームっていう形に、まあ、純望遠なんですかね、ぐらいのズームになるんですけれども、普段使いにはこれとてもいいようなレンズになってますね。まあ、いわゆるキットズーム的な扱いになるんですかね。要するに、APS 機だったら、1855 の DX みたいな、それぐらいの扱いになるレンズだと思います。でこれもね、一応、Google 検索すると、星を取った例とか出てきてるんですよね。D810A とかでね、実際に撮られてる方もいらっしゃるみたいです。で証拠写真的なね、そういった多分使い方になるんですけどね、写真作品というよりは、駐車場と一緒に写したり、あるいは何ですかね、赤道儀とか、まあ、機材をね、一緒に写したりして、まあ、こういう感じで撮りましたよみたいな、そういう使い方になると思うんですけれども、まあ、こういったね、標準ズームっていうんですかね、そういうのを持ってても、損はないかなっていう感じの1本目のレンズですね。
まあ安いレンズなんで、持ち運びしやすいというのもありますし、まあ重量も確か軽かったんでね、まあ D810 の、高画素、3000万画素オーバーのね、性能をフルに活かせるようなレンズではないかもしれませんが、普段使いにとてもいいような、そういったレンズになります。まあ天体と、まあ普段にも使うレンズが1本欲しいってなると、この24から85ミリあればね、だいたい普段はこと足りてしまうんで、まあね、いいのかなという感じがします。こういうの1本持っておいても損はないような、そういったレンズなのかなというふうに思ってます。でまあ、何より安いっていうのが魅力ですね。フルサイズ対応にもかかわらず安いっていうのがこのレンズの魅力かなという感じがしますね。本当ね、EOS M の1号4号があるじゃないですか。まあ、標準ズームですね、なんですけど、まあ、それとねあんまり値段変わらないっていうぐらいなんで、まあ、かなりね、安い、1本ですね、まあ、フルサイズ対応の純正に、そんな安いレンズがあったのかという感じですね。で他にもね、旧型になってしまうんですけれども、あ、ちなみにこれね、新型はVR 付きですね。つまり手ブレ補正機構がつくと今度2万5000とか、ちょっと値段が上がってしまいます。1万円ぐらいちょっと取引されている価格が違いますね。で、まあ、旧型の、VR なしの2485だと、1万円ちょっとという感じになってるみたいです。で、まあ、あとね、純正で言うと、やっぱり旧型になってしまうんですけど、しかも D タイプレンズですね。まあ、D タイプレンズなんで、かなり、古いレンズになってしまうんですけど、1835っていうのがあるみたいですね。1835の 3.5 から 4.5 っていう、まあ、レンズがあるみたいで、18mm スタートの、広角レンズ。で、こっちは 24mm に対して、まあ、そちらは 18mm スタートになってるんで、まあ、より広角が楽しめるかなという感じのレンズがありますね。ただ、まあ、D タイプっていうことで、かなり古いレンズになりますね。相当まあ古くって、今はその1835も新型が出てるんですけど、まあ、新型はね、5万円とかするぐらいになってます。で、旧型が、2万円前後ぐらいの価格で取引されてるみたいなんで、まあ、そちらもね、検討する範疇には入ってるんですけれども、まあ、いかんせんちょっとね、D タイプレンズっていうとちょっと古すぎるかなっていうのはありますね。いつかな、2000、まだね、ニコンにフルサイズがなかった頃だと思いますね。ニコンでフルサイズが現れたのが、D3 ぐらいの頃なんで、2007年ぐらいですかね。ちょっとまあ、かなり古いレンズになると思いますね。で、まあそういった純正にもそういったね、まあただ安いレンズがあるっていうことは、まあ、一応心に留めておこうかなという感じです。で、特にね、安いズームって言えば、代表的なのはね、タムロン、シグマ。ここら辺の古い、ズームレンズっていうのは、かなり安く取引されてます。でも本当に2万円前後という形で、取引されてますね。まあ今やですね、タムロンっていうと、まあ安いズームっていうイメージもあるんですけど、1530の F2.8、そういったね、すごいいいレンズ、まあ、紙レンズみたいなのが出てますね。ニコンにはね、1424の F2.8 と、まあ、成形写真でよく使われている、今まで紙レンズって呼ばれてた、そういったレンズがあるんですけれども、まあ、それよりもコスト的にはね、安くて、まあ、安いって言っても、6、7万ぐらいになるんですけど、中古で6、7万ぐらいになるんですけど、まあ、1530のタムロンのレンズが出てると。それがね、成形写真で非常に定評がありまして、まあ、確かに星を撮っても周辺まで点になっているということで、成形写真で使われている方も多いです。まあ、今やタムロンにはね、そういったもっといいレンズがあったりするんですが、まあ、一昔前のタムロンは、まあ、安くてね、まあ、良くはないかもしれないんですけど、まあ、そこそこかなという感じの、メーカーでした。で、シグマも同じですね。今やですね、アートラインレンズをはじめとする、まあ、純正よりも安くて、なおかつ性能は究極を目指していると。そういったね、アートラインレンズっていうものがあるんですけど、まあ、今ちょっとね、今日話すのは、そのアートラインが出る前の話ですね。アートラインが出る前のシグマっていうのはやっぱりタムロンと同じように、サードパーティー製、まあ、特有の、まあ、安さを生かした、レンズになっているというような感じでした。まあね、面白いレンズはいろいろあるんですけど、やっぱり純正に比べると一歩を取るような、そういったレンズっていうのが、まあ、イメージでしたね。まあ、それを払拭したのが、最近のそのアートとか、まあ、こっちだ、タムロンでは1530とか、そういうのがあるんですけど、まあ、ちょっと古いのを探せばね、2万円前後っていう安い価格で、まあ、比較的安いレンズがあるということでした。で、まあ、そのね、両方とも同じスペックなんですけど、タムロンで言えば1735の F2.8 から4。これも全く同じスペックです。シグマは全く同じスペックのレンズが出てますね。
1735のレンズと、まあ先ほど申し上げましたニコンの1835よりもですね、ちょっとワイドで、ちょっと明るいというレンズになっているみたいです。ややですね、ワイドでやや明るいといったもんで、まあ、多分広角性能はね、似たようなもんだと思うんですけれども、一応フルサイズ対応のね、こういったレンズが出てるみたいです。発売されたのがね、あの EOS 5D が出た頃ですね、ようやくそのフルサイズっていうのが一般の人にも渡り始めたかなという、まあ、それぐらいの頃に出たレンズになると思います。あのまずデジカメはね、最初はそもそも100万円ぐらいだったんで、あの一般の人はとても買えるもんじゃなかったんですけど、その後ね、安いのが出て、まあ、10万円切れるようになってきて、まあ、その頃にね、フルサイズも30万円ぐらいになってきたと、まあ、それぐらいの時に、ちょうどね、あの出たレンズになってるみたいなんで、まあ、要するに1000万画素ぐらいの時代ですよ、まあ、それぐらいの時に出た時代のレンズなんで、描写はね、正直今の時代にはかなり甘い感じがしますね。でまあ、一応ね、星の作例とかもよくよく調べてみるとね、出てきたりします。やっぱりね、あの端っこに行くとね、サジタルコマフレアだとか、まあ、そういうのがねかなり盛大に出てくるんで、まあ、描写はね、甘いと言わざるを得ないっていう感じですね。ただあの成形写真っていうのはね、そこまであのカリカリを求めなくても、いい時もあるっていう感じですね。僕もあの EOS M で撮るときはね、あの1545のキットズームを使ってるんですけれども、まあ、キットズームっていうことでね、やっぱり星を撮ると、かなり甘いと言わざるを得ない、まあ、そういったレンズがあります。ただまあそういう時はね、あのソフトフォーカスフィルターっていうのを使ってやると、あの、まあ、ちょっとごまかせたりするんですよね。星をね全体的に大きく見せてやることによって、あのその修正をちょっとごまかしたり、あるいはねパープルフリンジがちょっと消えたりしたりするんですよ。でまあどのみちね、ソフトフォーカスフィルターというか、あのディフュージョンフィルターか。ディフュージョンフィルター使うと、まあ、ちょっとボケてくるんでね。まあ、そういったところを活かして、あの、まあ、高いレンズとの差をなくしていくというか、まあ、なんとかごまかすという感じですかね。ただ、やっぱりね、そういったディフュージョンフィルター使ったような、あのそういった、写真っていうのは、まあ、プリントするときにですね、まあ、2L 版ぐらいが限界ですね。あのまあ、大抵ですね、お店でプリントするときは、まあ、L 版かな。L 版ぐらいで、まあ、軽くプリントするぐらいだったらいいんですけど、まあ、せいぜい伸ばしても 2L 版ぐらいにしないと、あの A4 はですね、とても無理な感じがします。まあ、甘いレンズっていうのはね、やっぱりあのプリントサイズはどうしてもちっちゃくなっちゃうんですけど、まあ、ただあの軽く撮影するっていうのにはいいかなという感じですね。あの数を撮影するときに、あのまあ、どうせね、あの A4 で大量にプリントせずに、まあ、大量にプリントするときはね、プリントのコストとかもあるんで、ちっちゃい、用紙にプリントしてるんですけれども、まあ、成形写真はそういうときもあるので、いいかなという感じがしますね。でまあそういうね、本当はね、高いズームレンズ使って、まあ、日マスク合成みたいなことやってね、こう撮りたい風景とかもあるんですけど、まあ、軽く撮るぐらいだったらね、こういった安いズームでも使えるかなというところを思ってますね。どうせ、フォーカスソフトフォーカスにしちゃうんで、まあ、こういったのでも、いいかなというところを思ってます。でそれでですね、まあ、検討してるっていうわけなんですよね。で特にこいつらはね、F2.8 というふうに、開放 F が、まあ、明るい。明るいって言っても 2.8 なんでね、そんなに明るくはないんですけど、17の 2.8 なんでね、そんなに明るくはないんですけれども、まあ、絞って4ぐらいに絞っても、今ね、カメラは、高感度使いますんで、ISO6400 とかね、平気で使いますんで、でしかも 17mm だったら、露光時間も20秒、25秒ぐらい、それぐらいいけると思いますんで、まあ、ここら辺もね、検討しといていいかなという感じですね。まあ、描写は甘いですが、成形写真撮るぐらいだったら、まあ、軽く撮るぐらいだったら、まあ、いいかなという感じがします。で、あとですね、他に調べると、今度はね、あのシグマの、古いレンズになるんですけど、こちらはね、シグマの1530の、F3.5 から 4.5 と、まあ、先ほどのニコンの、純正だと18-35だったのが、これはあの F は同じなんですけど、よりワイドになったという感じですかね。1530の、3.5 から 4.5 みたいなですね、ワイドな、レンズになってますね。で 15mm なんで、かなりワイドです。 15mm っていうとね、もう夏の大三角が、画面の4分の1ぐらいになってくる感じですね。でまあ、僕がですね、一番最大、広角で撮ったのが、16mm 相当ですね。でトキナーの、1024使ってですね、EOS60DA に載せて撮ったというのがあるんですけれども、あれがですね、10mm で撮ったんで、まあ、キャノンなんで、16mm 相当と、まあ、それよりも 1mm 広い、
こちらのシグマの1530、まあ、これもね、候補の一つかなという感じがします。でこれもね、やっぱりね、星の作例とか出てますね。でまあ、星の作例とか見ると、やっぱりね、かなり甘いのは甘いんですけれども、まあ、ディフュージョンフィルターとか使ってね、なんとかごまかすといった感じですね。でこれはね、ちょっと特殊というか、フィルターの付け方がね、広角になるとちょっと特殊になるやつが出てくるんですよね。こちらのね、17ミリぐらいまでだと、フィルターを、あるじゃないですか、ネジ切ってあるじゃないですか、レンズの前側で、レンズの前側にネジ切って、そこにですね、フィルター枠をはめ込んで、使うというタイプになるんですけれども、こちらの 15mm はね、確か、後ろレンズの後ろ側にフィルターホルダーみたいなのがありまして、そこに、まあ、例えばリーソフトナンバー3みたいなフィルターをですね、自分でカットして、装着すると。でそれがですね、こちらの1530のレンズのタイプになっているみたいです。まあどうしてもね、ワイドなレンズ、超広角ズームっていうのになってくると、まあ、ズームじゃなくても単焦点でも出目金になってしまうんですよね。まあ、ちょっとね、後で紹介しますけど、こちらのレンズなんか見てみると、これ最大 12mm なんですけど、こんなね、かなり出目金な状態になってしまうんですよね。でその出目金になるとですね、フィルターかけるのにこういったネジ切れないんですよ。ネジ切ろうとしても、どうしてもね、ちょっと干渉しちゃうと、レンズのこの前の部分とフィルターの部分が干渉しちゃって、まあ、設計上無理があるんで、まあ、こういったね、後ろのフォルダーを使ってるんでしょうね。でまあ、これもそのタイプになります。で F3.5 で 15mm が撮れるということで、まあ、サミヤンの 14mm F2.8 よりもちょっと暗くてですね、まあ、焦点距離もちょっと長いんですけど、1mm 長いんですけど、まあ、安いという利点がありますね。サミヤンのレンズよりも安いんですね、こちらのシグマの方が。まあ古いですけどね、1530の、まあ、そういったレンズもあります。あるいはですね、シグマの91224ですね、12mm、24mm、F4.5 から 5.6 っていうレンズがあるんですけど、まあ、これもね、候補の一つというか、もうありますね。ただね、F が 4.5 なんでね、F4.5 で、しかも 4.5 の、作例とかも見たんですけど、もう 4.5 で撮るとね、まあ、中央で星があって、この端っこの方に、もう星があってってあると、端っこの方がね、もう棒になってますね。日周運動してるのかっていうぐらいですね、かなり、こう棒状に伸びてます。やっぱりね、古いレンズっていうだけあって、そこら辺の非転修差かな、あれは。非転修差がね、全然補正されてないっていう、レンズになりますね。多分ね、5.6 とかまで絞ってもあんまり改善されないんじゃないかなっていう感じがするんですけど、まあ、ただ、一つね、この、利点としては、その 12mm っていうワイド差ですね。12mm の F4.5 がですね、2万円前後で手に入ると考えればですね、まあ、ワイドに撮るっていう目的自体では悪くないかなっていう感じがします。ちなみに今、シグマにはですね、アートラインの 12mm、24mm、F4 っていうですね、もっと明るくて、もっと性能のいい、あちらは、アートラインの1224はですね、もう、開放で撮って、星が点ですね、隅っこの方まで点です、12mm でね。24mm だと、ちょっとまあ弱点があるっちゃある、まあ、弱点というか、ちょっと伸びるっちゃ伸びるんですけど、それでもね、もう全然許容範囲ですね。伸びるのが分かるのが A2 伸びとかそういうレベルなんで、新型のね、1224はもう、こちらの旧型の1224のもう性能をね、はるかに、まあもう同じ土俵でまあ比べてはいけないってレベルですね。相当性能が向上してます。まあ、逆に言えばシグマもそれぐらいね、性能は向上したんですが、まあいかんせんね、値段がね、5倍、6倍ぐらいに跳ね上がっちゃってるんで、まあ安く 12mm を体験するならこれも悪くないかなって感じがしますね。まあ、周辺原稿とかも相当きついんですけどね。まあただ1224っていうですね、ワイドなズームレンズを手に入れるっていう意味では、こちらのね、シグマのものも悪くないって感じです。まあ、ちなみにこちらの1224も先ほどまあ申し上げました通り、この1530と同じように、フィルターですね、まあフィルターが、フィルターホルダーが、リア側にあるというタイプになってました。でフィルターホルダーっていうのがね、リア側にあって、そこに自分でリーソフトナンバー3とかを切って、まあ、入れるというタイプになってますね。でまあそういった、まあ今いろいろズームレンズ調べてるんですけど、まあ、こういったのがね、一応星の作例もあったかなというタイプのレンズですね。まあ、他にもね、例えば健康トキナーだとか、古い、まあ、銀塩時代の、ズームレンズとかもあるんですけど、まあさすがにね、そこぐらいになってくるとちょっと古すぎるかなって感じがしますね。やっぱりさすがにちょっと古すぎると、さすがにちょっとなっていうのがあるんですよね。まあちょっと何言ってるのか、いまいち意味不明ですけど、さすがにね、デジタルの、フルサイズが出た以降の、まあ、レンズが欲しいかなっていうところですね。でそれでなおかつ2万円前後で入って
って、超広角ズームレンズっていうとここら辺が、あるのかなっていうとこです。でまあ、あとはね単焦点とかでもいいんですけどね、ただ単焦点はどうしてもね、明るくていいんですけど値段がどうしてもちょっと上がっちゃうって感じですかね。まあ安いといえばですね、やっぱりシグマの、20mmF1.8 っていうレンズがあるんですけど、まあ今ねアートラインの20の 1.4 ってあるじゃないですか。それの1個前の20の 1.8 っていうのが、まあ、フルサイズ対応で、まあ、そこそこ明るくていいかなという感じですね。ただまあちょっと超広角っていうにはワイドすぎるというか、 20mm っていうとまだ広角っていう範囲ですかね。やっぱり超広角っていうと、10mm台、まあ、できればまあ 15mm とか、14mm、まあ、それぐらいから超広角かなっていう感じがしますね。まあ、そういったのを調べるっていうと、まあ、こんなとこです。やっぱりね、昔のシグマとか昔のタムロンって安いんだなっていうのがありましたね。今はもう、全然そんなことないですけど、まあ、昔のまあそういったシグマとかタムロンとか、まあ軽く楽しむぐらいにはいいんじゃないかなっていうところですね。まあまた成形写真はね、シャープだったらいいっていうわけでもなくって、まあ天の川が前面に出ていればいいっていうわけでもないので、まあそういったところでね、まだ太刀打ちできるところがあるんですよね。安いレンズ使って、まあ、そういったまあ自然な感じの成形写真目指すと、まあそういった意味ではですね、こういった安いズームレンズっていうのも、活かしていけるというか、まあまだそういったもんでも遊んでいけるっていうのがありますね。まあ、成形写真は成形写真で、そういったまた難しさがあって、まあそこがね、難しくて面白いところかなっていうのはあるんですけれども、まあ、静野写真と比べて、まあ、そういったところではちょっと、まあ、融通が効くというか、自由度があるという感じですね。まあ、静野だとね、まあ、こういう古いレンズ使ったらもう全然ダメですね。明らかにやっぱり星がボテボテになっちゃって、全然強調できないと。明らかに星がね、もう、こう、肥大しちゃって、全然強調処理できなくてね、すぐ破綻しちゃうという感じになるんで、どうしても高いレンズが必要と。まあ、135mm なら最新のシグマのアートだとか、アポゾナーだとか、あるいはね、もっと 300mm 台に行けば、もっともっと高性能なレンズだとか、そういうのが必要になってくるわけなんですが、まだね成形はそこら辺はちょっと融通は効くところがありますね。まあ、どうせ、フィルターでね、ぼかしちゃったりとか、そういうのができるんで、まあ、こういった安いズームレンズも検討する範疇に入ってくるのかなというところがあります。ということで、まあ、今日はね、自分がなんとか貧乏な自分がね、なんとか一本、成形の方でも、レンズ欲しいなと思ってるんですけど、まあ、それの買えそうなレンズをね、ちょっとピックアップしているという、まあ、そういうお話をしました。まあ、やっぱりね、昔のシグマとかタムロンっていう、まあ、そういったレンズは、そこそこ安く取引されてるんで、なんとか手の届く範囲内かなという感じがありますね。あるいはまあ、ニコンでもね、古いレンズは結構安くなっちゃってると、そういったレンズもあるんだなという、そういうお話をしました。でまあまたね、こういうのをもし買ったりしたらね、そういうのでいろいろテストしてみたりとか、成形写真撮ったり、まあ、そういうのしてみたいんですけれども、またその時は、よろしくお願いします。それではね、今日はこれぐらいでお話を終わりたいかなと思います。ここまでご視聴の方、どうもありがとうございました。それでは今日はここら辺で失礼します。さようなら。またよろしくお願いします。